吉田さん、銀河英雄伝説のブルーレイがあります。これ実はですね、リメイク版なんですよね。で、リメイク版のパート3なんですよ。だからこの太さのものがパート1、パート2とあって、3からあと10まで予定されているらしいんですよね。ところが昨今のアニメ業界のいろんな問題で、パート1、パート2は順調に作ったんですけども、パート3以降が作れなくなってしまったんですよね。ではなぜね、パート3がここにあるのかってことですけども、これ実はクラウドファウンディングを視聴者さんに呼びかけたんですよ。ね。クラウドファウンディングでお金が集まらなければもう続編ができませんと。まあ、ですんでちょっと割高だけども、いろんな特典つけるんで、ご協力くださいということでね、制作の方が YouTube で発表したんですよ。で、私もクラウドファウンディングに参加したんですけども、まあ、見事にね、パート3ができました。で、これはブルーレイが5枚組ぐらいなんですけども、非常に感慨深かったですね。テロップで私のね、社名とかが出るようになるんですよ、クラウドファンディングすると。だから、やっぱり自分で作った映画っていう感覚がしますよね。と同時に、制作の方が資金がないからもう作れないよね、じゃなくて、なんとかできる方法はないかなっていうことで、視聴者、ファンに呼びかけてくれたんですよ。で、共同で作ろうよっていうふうな意識が高まっていって、パート4も制作が順調で、以降パート5、6と作られることになったんではないかなと思いますね。まあ、ここで何が言いたいかというと、どうしても走り抜きたかったら、ゴールまで行きたかったら、あの手この手でルートを変えながら、手を品変え、品を変え、やるべきなんですよね、どんなことでも。多分何かを目標にしてゴールにたどり着いた人で、挫折も工夫もなく行った人ってのは、まあ、ほとんどいないんじゃないかなと思うんですよ。で、多くの人が諦める中、諦めずにまだいけると思った人だけがまだいけるのかなと思いますし、なんかやってやろうじゃないかっていう気持ちが固まった瞬間にもうそれはほとんど達成したもんなんじゃないかなと思うんですよね。で、私も振り返れば6年前 FX をマスターしようかなと固く心に決めたんですよ。その時に1年かかろうが3年かかろうが5年かかろうがやってみるぞと、さすがに10年かかったらマスターできるだろうというふうに思ったんですよね。まあそうすると何をすればいいかってことが明確になり、何ができていないから前に進まないのかっていうのが明確になり、それを乗り越えていくと結局 FX はマスターできるようになりまして、しかもそこまで試行錯誤したこと全てがですね、今度教材になったわけですよね。どういう時に人は挫折するから、この手あの手で乗り越えていこうっていうふうな私の体験や、実際に自分で使わなかったけれども他の人の考え方とかが全て教材になったってことですよね。まあ、だから誰もができるわけではないんですけども、誰もが決断することができるのかなと、腹をくくることがね。まあしかもね、あの前人未到のことをやろうとしてるわけじゃないんで、何でもかんでも頑張ればできること、別に東大に入ろうぜって言ってるわけじゃないですからね、できるんじゃないかなと思いますね。ということで今回は銀河の銀ということでお届けしましたけども、どうしてもこれだけはやっておきたいってことが、あと残りの人生にいくつトライできるでしょうか。いってらっしゃい。